はい、どうも皆さんこんにちは。アベンジャーズのゲームでお気に入りのキャラはそう、ウプ主のヨッシーです。ハンマーを投げつけて動けなくなった敵をボコるのが楽しい、ゆっくりのマリサだ。いやー、ついに発売されましたね、アベンジャーズのゲーム。僕も発売日からがっつりやり込んでますよ。そのせいで予想通り投稿が遅れてるけどな。それにこのゲーム、結構バグが多くてクソゲー扱いしてる人も多いみたいだが。その辺はマジでなんとかしてほしいよね。せっかくキャラゲーとしてはクオリティ高いのに細かいところの調整がガタガタで。まあアップデで修正されていくだろうからそうすれば面白いんだろうけどな。追加で新しいヒーローも来るからその辺も楽しみにしてます。ということで雑談はこの辺にして今回もやっていきましょう。今回紹介する映画はこちら。劇場版フェイトカレードライナープリズマイリア、絶火の使い。フェイトシリーズの劇場版だな。フェイトステイナイトのヒロインの一人、イリアが主人公のスピンアウト作品、フェイトカレードライナープリズマイリアの劇場版で、ドライの舞台となった平行世界を舞台に、ミルとシローの出会いからミルがイリアたちの世界に来るまでを描いた前日談だね。監督はテレビシリーズ一期の大沼慎だよ。フェイトの外伝作品の映画化か、ウプ主もフェイトの沼にハマったみたいだな。いやー、プリズマエリアは結構おすすめされたから見てみただけなんだけど、これが個人的にはドストライクな作品でね、アニメ4期も一気に見ちゃったし、前回のアンケートで2位だったからやろうかと。これってイリアを主人公とした魔法少女ものだったな。イリア好きでプリキュア好きのウプ主はもろにはまりそうな作品だよな。まあそういうわけなので本編であるプリズマエリアについて軽く触れておこうか。この作品はステイナイトと同じ世界観や設定、キャラクターを使った全く違う世界線の物語だね。いわゆるパラレルワールド的な話だな。同じキャラだけど色々と違うところも多いよな。主人公のイリアは少なくとも物語開始時点では完全に普通の女の子なんだよね。そんなイリアが魔法のステッキに選ばれてしまったことで魔法少女として戦うことになっていくストーリーなんだけど、基本この作品はフェイトシリーズの中でもかなりギャグ描写が強めな比較的明るい作風なんだよね。基本フェイトはダークファンタジーだからな。全体的にはシリアスな物語ってイメージが強いよな。まあ例外的な作品は他にもあるけどプリズマエリアはかなりコミカルなところが多い。それに魔法少女ものとはこういうものということを前提にしためたいネタも多いね。イリアたちをあざとすぎる可愛さも凄まじいほどに露骨だし、イリア自身も魔法少女もののアニメのファンだったりもするしね。ヒーロー映画におけるデッドプールみたいな感じはあるよな。あと魔法少女ものでおなじみの変身シーンでガヤがやたらとうるさいのがアニメ版の特徴だったりもする。とまあ最初の方は魔法少女ものをちょっといじるようなドタバタコメディーという印象が強い作品なんだけど、話が進むと普通に王道的なバトルものにもなっていって、フェイトファン的には嬉しい要素も多い熱いバトルが多くなっていくんだ。しかも話が進むにつれ物語の裏には聖杯戦争の影があり、最終的には聖杯をめぐる戦いになっていったりと、やっぱりフェイトでしたという感じになっていってどんどんシリアス度も上がっていくというのが面白い作品だね。魔法少女をいじるコメディーと見せかけて王道的な魔法少女ものと見せかけてやっぱりフェイト、いろいろと手の込んだ作品って感じだよな。そこが面白い作品でもあるんだけどね。とまあ本編はこんな感じで今回の劇場版の話に入りましょう。本作はいわゆるエピソードゼロ的な話で、本編開始直前、主要キャラのミルが平行世界のシローと出会い、彼にイリアたちがいる平行世界へ逃がしてもらうまでを描いた作品だね。ぶっちゃけこの映画はプリズマイリアなのにイリアの出番はほとんどないんだよな。タイトルに主人公の名前が入ってるのに本人ほぼ出てこないって珍しいよね。例えるならとある科学のレールガンの劇場版なのに主人公は上条さん、ヒロインは触法さんで、美坂さんはほぼ出てこないみたいな感じだね。一部にしか伝わらない例えだけどまあそんな感じではあるな。なのでエリア目的で見る作品ではないね。どっちかというとステイナイトに非常に近い作品だからそっちのファンの方が楽しめる作品だと思う。あとフェイトらしく一元さんには非常に厳しい作品でもあるね。せめて原作コミックの2倍、テレビシリーズだと3期目までと。ステイナイトのアンリミテッドブレードワークスは見ておいた方がいいね。シローやアーチャーが活躍するタイプの作品だとほとんど必修科目だよなこれ。シリーズを代表する主人公の根幹に関わる話だからね。フェイトを見る上では避けて通れない作品だと思うよ。それに本作はさっき言ったようにプリズマエリアというよりはステイナイトにかなり近い作品になってる。言っちゃえば本作はステイナイトの変則的なミルルートとも言える内容だね。ヒロインであるミルを守るためシローが聖杯戦争を戦っていく物語だし。たった一人のヒロインのためにシローが戦うところはこの前やったヘブンズフィールにもかなり似ている物語だね。あれも桜一人を守る正義の味方としてシローが戦う物語だったな。前半のシローとミルーの兄弟生活も桜ルートで桜が通い済ましてた時と結構似てたりするね。ちなみにプリズマエリアでは全く出番がなく、4期の終盤で唐突に出てきた桜は本作では重要人物として登場してるね。本人のルート以外だと空気になりがちだけど映画だと結構活躍するよな。公開順で言えばこっちの方がヘブンズフィールより先なんだけど、結構ヘブンズフィールっぽいところが多いのも面白いところだったね。でも本作とヘブンズフィールで大きく違うのはシローの正義だね。
ヘブンズ・フィールは危険な存在になってしまった桜を救おうとする正義の味方、いわば悪に寄り添うヒーローとしての姿が描かれたんだけど、今回のシローは世界のために犠牲にされそうになっているミユーを世界よりも優先して助けようとする姿が描かれてる。多数の人々よりも個人を選んでいるわけだね。一応敵は滅びゆく世界を救おうとしてる連中ではあるんだよな。より多くの人々の幸福を考えれば正しいのは敵であるエインズワース A の方ではある。それに対してシローは自分が悪でも構わないからと正義の味方に挑んでいく。これはある意味シローにとっての正義の象徴でもあった切り継ぐとの決別でもあるんだよね。切り継ぐ自身もミユーを世界を救うための道具として見ていて、シローはそれに対して反感があったわけだし。ステイナイトの方で何度も言われてる。誰かを救うということは他の誰かを救わないということという名言にもしっかり繋がるよな。本作でも描かれてるのはやっぱりシローのある種歪んだ正義なんだよね。世界よりも個人を選んでるわけだからまともな正義とは言えないし、本人もそのことをちゃんと理解した上で行動してる。でも最終的にシローが取った行動が本編に繋がり、そしてエリアの決断にも繋がっていく。シローは世界よりミユーを取ったし、ジュリアンはミユーより世界を取った。それに対してエリアは両方を救うという選択を取った。子供らしい現実を見てないわがままな選択ではあるけど、ここにこそ魔法少女である意味というのも感じられる。そしてそのシローにもできなかった選択に行き着いたのもシローがいたからこそでもある。僕はまだ原作のドライは読んでないからテレビシリーズ以降の話は知らないんだけど、今後はシローがエリアたちと共にミユーだけではなく全てを救うために戦うとなるとファンとしては上がるよね。ある意味プリズマエリアドリームチームになってきてるからな。今後の展開が楽しみではあるな。ちなみに劇場版の新作の制作も決まってるんだよね。流れ的にテレビシリーズの後の話をやるんだと思うんだけど、今度はしっかり劇場で見ると決めるぐらいにはこのシリーズも好きになったよ。劇場版第2弾も楽しみにしてます。一応気になったところを挙げておくなら、中盤の聖杯戦争の過程はだいぶダイジェスト感あったね。コミックの方だとどうなってるのか知らないけど、割とあの辺は巻きで進めた感じはあったかな。まあ今回の聖杯戦争の過程は正直どうでもいい感じではあるからな。一応ステイナイトの方とはちょっと違う戦いが見られたのは面白いところだったんだけどね。それでもこれだけの内容をわずか90分に収めてるのはすごいことだと思うけど、あと戦闘シーンの作画も UFO テーブルほどではないけど十分に高いクオリティだったね。UFO はいろいろと次元が違うから比べないでやってくれ。とにかくシローの兄貴としての大活躍を見るには最高の作品だね。どっちかというとプリズマエリアファンよりステイナイトファンに向けたちょっと変なバランスの作品ではあるけど。まあ大抵のファンはどっちも見てるだろうからな。どっちみちファン向け映画としては満足できる作品なんじゃないかな。そうだね。現在は D アニメストアなどで配信中なので本編とともにおすすめの作品です。ぜひご覧ください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。